夜空には月も星も出てなくて、私の周りはゴミだらけなの。夢を日記に毎日つけていると死んじゃうそうです。痛かったの？あらゆる悪徳こそが人間的存在の本質であり、善とはただ辛うじて悪ではない状態に過ぎないのだと考えるなら、およそこの世で最も真実らしくない。